かるよ。そして最後にもう一度だけ言っておく。今日の試合は真っ赤なお鼻のトナカイさんじゃなくてな、真っ赤なお胸の日野雄二さんにしてやるからな。お前らこのベルトが何か分かるか、このベルトが何か分かるか教えてやる。今日はなストーンゲスト系タイトル持ちなんだ。でもなそれとも一つストーンゲスト氏のタイトル持ちでもあるんや。どういうことか分かるか、どういうことか分かるか。要はなチョップ最強は誰かっちゅうことや。滝沢よ、今日の試合楽しみやんけ、打ち合おうやんけ、いくらでもチョップ打ち合うやんけ、何百発でも打ち合おうやんけ。その代わりな最後は分かったもんな、最後に勝つのは分かっとるやな。この俺や日野雄二がチョップ最強や。お前らよう見とけよ、このボジュラー。本日のメインイベント、チャンピオンストーンゲスト系選手権試合60分一本勝負。さあということで、後楽園ホール大会メインイベントはチャンピオンオブストロンゲスト系選手権試合60分一本勝負、挑戦者滝沢大志対チャンピオン日野雄二の一戦でございます。ということで再び解説は日野選手、よろしくお願いします。よろしくね。はい、来ましたね。来ましたね。2010年の海援隊道場最後の戦いですよ。2回目の、はい、2回目のストロンゲストシーン、はい、いいんですかねそれで。はい、分からない方にご説明しますと、1度目は、2009年10月18日の千葉ブルーフィールドで行われたクラブ系スーパーアウトブレイクで海援隊道場チョップ最強決定戦ストロンゲストシート題しまして、日野選手と滝沢選手が対戦、まあ激しいチョップ合戦の末、なんと80発対79発で日野選手が一発差で滝沢選手を沈めたと、合計159発のチョップがすごいね飛び交う大熱戦だったんだ。普通の試合ではありえないね。ありえないですね。100発以上出ることないですからね。先ほど の、 あのコメント映像で日野選手が腰に巻いてた赤いベルトですか、あれがその時ファンの方から贈られた、まあ、ストロンゲストシー初代のベルトということで、そういうことや、まあ、やっぱり滝沢大志との対戦には持ち出さなければ。もちろん。なるほど。もちろん。もちろんね、非公認のベルトなんですが、まあ、日野選手はそれ以上に並々ならぬね思いがあります。さあそして腰にはチャンピオンストロンゲスト系、そして腕にはストロンゲスト C のベルトを持って、このベルトやで、王者日野雄二が堂々の入場でございます。さあ今コーナーに上がって、日本のベルトを高々とアピールしております。日野雄二、2冠王、いや3冠王か、ハドコアまだ3冠王。チャンピオンストロンゲスト系選手権試合、まあともあれ後楽園ホール大会のメインイベントにして2010年の最後の戦いということで、そうね、これ正直ちょっと日野選手に聞いてみたかったんですけども、まあチョップに相当こだわってたじゃないですか前哨戦で。そうやね、まあ、タイトルマッチという戦いと滝沢選手のチョップ合戦という戦い、どちらの方に比重が。タイトルマッチ、いや滝沢とはやっぱチョップの方、ね、チョップの方がやっぱり今回は、滝沢もすごいチョップにこだわって、はい、あいつは自分がチョップ最強だとあいつも思ってるんで、ですよね、うん、で自分も同じようにチョップ最強だと思ってるから、やっぱどっちが最強かっていうのが気になるよね、はい、うん、まあ、前哨戦も、はい、俺の方が強いとね。なるほどね、お互いとも、まあ、前哨戦も異常なほどチョップ出てましたもんね。もうすでに胸2人ともかさぶたができたもんね、はい、この試合前に。まあ最後の前哨戦がこの後楽園ホール大会の2日前の12月23日の K スペシャルで、うん、そこでももうバチバチやり合ったんで、滝沢選手もね試合前に聞いたら、あの大体1週間あるわけじゃないですか、海援隊道場の戦い、土曜日にやって次の土曜日にやって、そうや、うん、2日間でまたチョップ合戦っていうのは相当ちょっとやっぱり胸に不安があると。あ、滝沢のチョップの場合は、はい、
1週間経ってもまだ残ってるからね。なるほど。それが2日後っていうのはですよね。いろんなまあ選手に聞くと、まあ滝沢選手のチョップはまあもう切れるようなチョップ、無知のような、はい、で日野選手にはもう体の中芯に残るような重いチョップっていう表現をやっぱりいろんな選手に聞くと、うん、そう受けるんですが、もうお互い主導権は譲らないですね。やっぱりこのファーストチョップというか、はいはい、一発目に当ててやろうっていうのもちょっとあるんですが、まああったんでしょうね、うん、さあチョップが決まらないとメルヤ長い手四つ、どうするかどうするか、うん、さあそして、うん、ここもかわす、そしてひねうじのタックル、とりあえずチョップ諦めですよね。ただこうパワー合戦になるとちょっと滝田選手の方が不利な気がするんですが、さあ出ました、切るんだと思ったらここで来た、来ましたね、狙ってましたね、これ最初の一発は許したもののすぐさま日野裕二がやり返す、うん、いつもよりちょっとあの痛がり方がやっぱりちょっとピクッとくるってことはやっぱりもう胸がかなり敏感な状態なんでしょうね。2日前のが残ってるいつもはね最初の何発かちょっとこらえるんですけど、大佐選手早くも赤くなってきましたね。多分もうお互い血出てるんじゃないの。あーなるほど、皮膚がちょっと弱い状態だったんですよね。ああこれもうお客さんも待ってましたとばかりにね。さあ武田のダブルチョッパー日野がかわして、おお、チョップで場外落とす人なんていないですよあーリプレイです、一回一回転これはすごい、まあ、この辺が日野裕二のチョップです。さあ椅子に座ってる状態の滝沢、血出てるね、もう真っ赤だ、にじんでますね、そう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 、もうテンション上がりきってるのか、客席になだれ込んでのチョップ合戦、こうやってねお客さん席行くっていうのはね、はい、まあ、見てる方からしたらなかなかない、まあそうですよね、だからすごい盛り上がんねんね、ですね、やってる方も気持ちいいし、で見てる方もこんな迫力って普通じゃ経験できないんだ、こんな近くで見ないですよ、だってあちょっと滝沢やり返せないですねまあやった自分の方も血入れてるけど、はい、しかしペースは完全に日野裕二ペース、さあ会場東側で痛めて、そう日野裕二の姿勢、今度は北側ですか、あとマスコミの皆さんがこれ被害食らっちゃたまらんとばかりにみんな動いてますよ。あー今度は会場北側ステージでチョップ合戦、目立つだろステージだろ、さあ滝沢、おーいいチョップだ、今のは結構重さもあったねですね、やっぱり音とかでも分かりますよね、そういった部分、うん、キレのある音とパチンずっと、はい、まあね、ドスっていうのがちょっと混ざったよ、ね、さあ先ほどのお返しばかりに滝沢もやり返す、おお背中から、あーっと階段落ち、びっくりしたねそうですよね、胸にだけ来ると思ったのが後ろからですもんね、まさかそこで、さあリプレイで見ていただきましょう、一瞬気づいたんですけど時すでに遅しって感じでしたね、今実は重きすね打ったあーなるほど階段のところで重きすね、違う場所にもダメージを負ったわけですねさあ滝沢一気に形勢を逆転して再び戦いはリング内に戻ります、これやっぱりすね打ったら結構ダメージでかいですからちょっと動きが鈍くなっちゃいましたね、さあリングに入れてもコーナーに押し付けて、さあ滝沢のチョップの連打、しかしねコーナーはやられてねもう意地と意地としか言いようがないですよね、さあほんとお客さんも一体となってるって感じですよね、盛り上がってるね、はい、
やってる方も気持ちいいよ。いや本当に、まあ、シンプルイズベストと言いますか、もうチョップだけで盛り上げてますからね。これはでも本当海底道場では選手と滝沢選手しかできない戦いですよ。そしてこのチョップ合戦を日野が制して、さあ先頭の大勢ではないグランドチョップ、やっぱりストーンゲスト C やからね。なるほど、いつもならね先頭だったんですか。さあちょっと滝沢大志動きが止まったが、ここも休ませない。ここでもちょっと、普通このスリーパー入ったらね何もしないもんなんですけど、締められてチョップっていうのもまた一体どんな気持ちで今滝沢は技を受けてるんでしょうか。さあリプレイで見ていただきましょう。先頭ではなくこれファッキューファッキューチョップ、ファッキューグランドチョップ。なるほど、また衝撃がね、あのマットに挟まれて逃げないですからね。ああそう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 、もろ体内に吸収するというか、コーナーでやられるのも同じような感じだけど、あれは効くねんな。これは後々残るかもしれないですね、このダメージ。さあ日野選手的には完全にちょっとペースを取り戻して、滝沢ちょっとこの体勢は屈辱的か。これどうなんですか日野選手、聞いてわけじゃないんですけど、逆水平よりかはやっぱり軽いよ。なるほど、こいつはそう、こっちの方がね得意でしょ、ね、やっぱり逆水平になるとちょっと、うん、さあ足を止め合っての逆水平、しかし動かない日野雄士。ならばと連打か、痛かった。さあしかし滝沢のボディスラムは回収、やはり逆水平、そしてカウンターのボディスラム。これ多分この試合入って初めての投げ技じゃないですか。すごいですね、さっきの司会者やね。どうですか掟破りのグランドチョップの、いやこれは一発一発は軽いけども、はい、何発やった、あんだけ連打されたらね、さすがにちょっと違った痛みが、ね、重くはないけどですよね、ちょっとあの手打ちな感じはありますけど、この最後の振り上げたのも結構来てますね。来てるね。さあそして再びコーナー、おこれは非常に珍しい、日野雄士が膝をつく、このガクッと落ちるシーンなんてなかなか見ないですよね。おもう最近というか、まあ、この試合の前哨戦から、はい、滝沢がやりだしたムーブなんですよね。意地ですよね。もう絶対効いてますもんこれ。いや今のは絶対強烈だった。おもう一丁ポイント。もうね意地なんですよね。まあ本来本当に言いますとタイトルマッチならね、こういう行為はすごく無謀なわけですよ。ベルトを取りに行くにあたって非常にマイナスなんですけど、やっぱり滝沢選手ももう日野選手同様チョップに対するこだわりが上回ってるんでしょうね。プロレスの勝負に勝つっていうよりもチョップで勝つっていうこだわり、ね、ここでね相手のチョップを避けて大きい技で勝ったとしても、うん、何かそこはやっぱりしっくりこない部分はあるんでしょうね。そうな。さあこれちょっと日野選手ポジション的に悪いですね。このここはやっぱ足場が、うん、リングを使ってこの、うん、ちょっと全身を使ったチョップですが、どうしても手打ちになってしまうんですが、どうして反応つけてのダブルチョップ、これは効いた。やっぱりエプロンで倒れるっていうのはやっぱリングの真ん中でもちょっと硬くなってるから、ね、普通にダメージある、ね、はい。そしてお湯打ちをかける滝沢でしたが、これは日野雄士が見ていた、ここは食らえなかったですね。あれは効くと思うよ。しかもねちょっと滝沢選手あの助走つけて上からの高さがあったんで、まあ本当カウンターね、結構カウンターですよね。さあ再び2人の戦いはリングの外へと向けられます。こうなるともう周り見えてないんですか、結構あ目の前にある胸をとにかく打ち抜く、
自分はちょっとね、はい、このカウンターのチョップで、はい、この時、はい、これで余裕持ったもんやから、なるほど、うん、ちょっと向こうの方にもサービスしたのかなと。ああ、なるほどこの辺でまだ日野選手の中に余裕があるというのは結構滝沢選手の中ではね、うん、今度は会場南側、こんな場所でもチョップ合戦してる人いないですよ本当にああ、そしてここに来て滝沢の先ほどのコーナーでの、ね、お返しじゃないですが打ってこいと。そうやね、これでも滝沢のこのチョップをここまで受け切れる人間もすごいですよさあ日野雄二がもう倒れた。いや聞いた聞きました、正直聞きました、正直聞いたさあそして滝沢が助走をつける。さあ大きな助走からのダブルチョップ、ちょっと手下げり気味でした。さあここは滝沢が一本、おおおお、ちょっとどこ行くんですか、もうそうか、回転これ上がって上がるんですね。さあ、2人の戦いはもはやもう場所を選ばないのか。さあ、これはコールゲオルのバルコニーに通じる通路ですね。あ、今トミー茨城レフリーが見えました。あ、見えました見えました。なんとバルコニーでチョップ合戦、いらんなとこでね、うん、もうね、まあ、1回目のストロンゲストシーもそうですね、ブルーフィールドの中もうところ構わずでしたよね。ああ、自らの横断幕の前で、ね、ほんまやそうです、ね、さあなんという絵でしょうか。おお、こんなにですよね、なんか同じポーズしたらよかったね。あ、本当ですかさすがにそこまで終わった。これバルコニーにいるお客さんは得した気持ちになりますよ、うん、で一番離れた場所から見てるのに一番間近で見ることができたんですもんね。帰ってきました帰ってきました。なんかちょっとバルコニーってエネルギー吸収したからね、2人のチョップがちょっと激しさ増してますね。しかしここで滝沢のココナッツクラッシュ、しかしおい日野が返した、おっとこれお返しだ、これ見えづらいですけど滝沢選手階段から落ちましたね、今落ちたね。先ほどの北側のお返しとばかりに階段から突き落とされたんですけどね、これは降りた場所はロビーロビーです。ちょっと待って待って、これアイスレモンとロビーチーズ、これちょっとね、女性を勝手にするのはこれはないですね。いや、反則です反則です、これはこれはちょっとね、逃がしてほしいですね。まあ正直チョップしても全然当たりそう、はい、そうですね、胸完全に開いてましたからね、小さすぎて。身を守って何が悪いって今さらですか今さら今さら何を言ってるんでしょうか。はい、これ取り残されてる会場の様子でございます。あ、すいませんお客さん、皆さんすいませんでした、おかしな空気になってますね、はい、ちょっと自分たちの世界に入り込みすぎて、はい、この辺でもね、あの音声ではね、はい、チョップ合戦の模様が。そして場外戦を終えて日野雄二がまず先にリングに戻りました。さあ、滝沢はダメージが大きくてね、まだ戻りきれてないという形なんですが、そうそう、ちょっと待ってください。なんとね、そうなんですよ、エニウェアホールではないんです、ハードコアでもないんです、場外カウントがあるんですが、今更っていや今更と言ってみれば今更なんですが、まあね、トミー・レフリーもね、止めるのに夢中でカウント稼いで忘れちゃったんでしょうね。まあ、やっぱタイトルマッチっていうのもあるから、はい、とりあえずリングに戻したかったよね、ですよね、ずっとついてきてたから、まあ、今、これ滝沢カメラですね、滝沢カメラ今懸命に今アリアに向かってます。しかし無情にもカウントは続く。さあ、なんとかね、滝沢戻ってほしい。あ、今アリアに、アリアに来ました、今アリアに来ました。さあ、滝沢がなんとかカウント10でリングに戻りました。20分経過。さあ、試合は20分経過。でもね、これ
先に戻れたという部分で木野選手が、ね、完全にまた精神的に優位に立ちましたよね。しかしカウンター、負けた木野、もう胸が見えたらとにかく打つ。あ、ちょっとやったことない技に狙おうと、はい、ダイビングのグランドチョップを狙おうと思ったんだけど。ああ、なるほど。あ、バッキンボディプレスじゃなかったんですね、これ。ダイビンググランドチョップを狙おうと思った。決まったらまさに一撃必殺でしたが、ここは滝沢が読んでいた。そう、そして珍しい渡る式の技、うん、そして日野選手もここは、おっと、滝沢踏ん張った。これでも顔面でしたね、今ね。そして下から迎撃のダブルチョップ、もうこれもチョップ同様、一でも投げてやろうと思ってるんでしょうね、うん、さあ珍しいな、新しいのブレンバスター。まあ、ここでのブレンバスターは、まあ、自分が先帰ったことによって自分が有利に立ったから ね、 ですよね。とりあえず一緒の方に持っていきたかったのね。同じように自分もダメージ、ここはチョップじゃなくて、あえて大きい技でちょっとダメージを大きめに、ここはちょっと勝ちを狙ってきた。そして木野選手、20分が経過して投げ技2発しか出てないんですよ。ボディースラムと名指しプレパッターだけですよ。どんな戦いなんですか、本当に。20分以上戦って出てる技のほとんどがチョップ。これはまさにプロレス界の中だけでもこの2人しか作り出すことのできない戦い。さあダウンカウント8でお互い立ち上がり、さあ今度は膝立ちの状態でのチョップ合戦。これどちらかというと滝沢選手は全身を使ってチョップを打つタイプなので、うん、このね、腕からでもチョップを繰り出せる日野選手の方がこの体勢からだと有利ですよね、うん。まあ、でも自分も結構ね全身使う方だから。なるほど。まあ、ただ腕力も、ね、ですよね、滝沢よりかあるから。腕の太さがやっぱりこういう形になるとやっぱ出てきますよね。そして立ち上がって、日野選手がこんなにしんどそうな顔するのないですよね、なかなか。きついよ。もう胸が真っ赤になりすぎて、もうなんかどこまでか分かんないですもんね、2人とも。ほんまやな。もうさあ滝沢のチョップ、犬のチョップ。しかし2人のチョップの威力は衰えることを知らない。20分超えてるのにね。超えてるのにですよ。単純計算で20分以上叩き合ってるってことですからね。ちょっと走りきれなかった滝沢。さあ日野が助走つけたところ、滝沢がガード。さあそして滝沢が、お、滝沢が一歩有利か。さあショートレンジのダブルチョップ、しかし日野がすぐ立つ。おっと、ここでクロスライン。初めてのチョップ以外の技ですね。これはとっさに出た感じですか。とっさに、そうかな、多分本能的に。そしてカウンター合戦は滝沢が制する。さあポールに入りますか。カウントは2。ちょっとこの1回のダウンで何か張り詰めてたものがちょっと切れた感じはあるんですかね、うん、日野選手。さあ滝沢、そしてこの体勢はタイガードライバー。しかしここは日野は踏ん張る。確かにこのタイミングでこれを食らうのは食らいたくないですよね。さあしかしここはなんとかリバースで返した。でもちょっと滝沢イケイケですね、この辺のペース。まあチャンスやからな、ですよね。しかし本当に1回転。さあファウルに入りますか。ガウントはずこれもなんかとっさに出た感じでしたね、なんか、うん。さあもうこの日何発打ってるかわからない右腕をチャージして、パワーをチャージしての渾身の逆転。そして叩きつけるかのようなファウル。さあやるのか。カウント3。25分13秒逆水平チョップからのガタイビが覚めて、日野裕二の
勝利。いや強烈だね。この結果第10代王者日野裕二が2度目の防衛に成功。そして日野選手、はいはい、この試合のチョップス、日野裕二数えてくれた101発対滝沢大志101発。え、一緒一緒です。ほうほう、合計202発のチョップが100発超えか。101対101。前回は一発差で日野選手が勝ったんですが、滝沢選手今回はたどり着いたんです、あと一発に。しかし最後の一発にやはり敗れてしまいました。渾身のチョップにですね。ファンキー、お前のせいでうねばっかりんよ。次は前試合前に言ってたな、真っ赤なお胸の日野裕二さん、俺を見てみろ。これじゃまるで真っ赤なお胸の日野裕二さんやんけ。最高のチョップ、ありがとう。やらないよ。もうやらないよ。でもやっぱりこの滝沢の涙がね、どうしても負けたくなかったんでしょうね、本当に。よし、じゃあ最後に俺に教えてくれ、ストロンゲスト兼チャンピオン、そしてストロンゲストシーチャンピオンは誰や。一応開演隊最後のね、はい、ね、ここからみんなで開演隊どうぞ、はい、いや日本プロレス界を盛り上げようぜ。えら大きいこと言ってるな。いやいや、それぐらいの気持ちでいったら、この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 ボケどもが。さあということで、まあ終わってみれば締めるべき男が2010年の戦いを締めたわけですが、どうでした終わってみて。まあまあまあ、さっき最後にね、さっきも言ったけど大きなこと言ってたけど、はい、まあほんまにそうやね、日本プロレス界、プロレスっていうのはなんかいろんな人が見たがってるからね、はい、うん、プロレスファンじゃない人でも見たい人はいるから、そういう人らにもやっぱこういうのを見せていきたいし、はい、うん、今日のこの熱狂を見る限り、それがね、確実にやっぱりこの日野裕二の腕で達成できるんじゃないかと思います、うん、じゃあ最後に日野選手一発お願いします。みんなありがとう。ガオラ開局20周年記念スーパーファイト2011、全日本プレスドラゴンゲート夢の共演、開演隊道場から高道のく参戦決定。カブ林、野沢論外とタッグを組み、新崎人生、田尻、BB ハルクと激突。他にも見逃せない夢のカードが続々と実現。詳しいお問い合わせはガオラホームページをご覧ください。さあということで、まさに2010年日野裕二イヤーといってもおかしくない一年でございましたが、ね、最終的にはね、チャンピオンオブストロンゲスト系 WW ハードコアタック、はい、そしてストロンゲスト C、 そして K アワードでは年間最優秀選手、年間最高試合シングル部門と、はい、まさにあなた取りすぎですよ、もう本当にね、本当ありがとうございます、はいはい、ということでね、2011年ももちろんこの日野裕二の勢いを持ってていただかなければいけないんですが、もちろん、はい、さらなる戦いはクラブ系スーパーイン千葉市民会館千葉プロレス祭り。日野選手は滝沢大志、カジトマトと組んで、関本大輔、石川修司、タイガースマスクと多団体勢を迎え撃つわけですが、うん、ね、意気込みの方お願いします。まあこれは開演隊道場の大会からね、はい、うん、でうちのチームは全員開演隊道場、向こうのチームは全員多団体、負けるわけにはいかんやろ。いかないですね。ああ、まあ、我々のホームリングですからね。そうそう、はい、うん、ここでぜひとも開演隊道場の勢いを見せてほしいと思います、うん、その他ストロンゲスト系タッグ UWA 世界ミドル級のタイトルマッチも対抗戦ということで、うん、見どころ満載の大会となっております。盛り上げるな、まあ、はい、うん、ぜひとも皆様お誘い合わせの上ご来場くださいということで、2011年も開演隊道場応援よろしくお願いいたします。では最後は日野選手、いつものやつでビシッとお願いいたします。よし、お前ら2011年もよろしくな、このボケどもが。